こんばんは。9月22日午後7時になりました。第204回ですかね、しゃべくり松浦の時間になりました。ですね、今日の松浦なんですけども、予想最高気温24度だったんですけども、24度いかなかったですかね。もう本当に爽やかでいい日だったんですね。ということで今日少しあのね、早く家に帰ったんで夕刊ちょっと見たんですけども、今日の夕刊はですね、大リーグのヤンキース田中将大投手ね、この方の記事がね、いっぱい載ってましたね。一面のトップ記事、それからあの、長官でいう社会面ですかね、そちらの方にも載ってましたね。75日ぶりに復帰し、先発してですね、13勝目を挙げたということでね、だいぶあのファンの方もね、喜んでる記事が載ってました。ということですね、今日は、今日もですね、しゃべくり町の生放送でお送りしております。で、今日のゲストなんですけれども、玉百合姫の御事神社のですね、責任役員の中澤清さん、そして大総代の朝日天一さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今日はあの内容は盛りだくさんなんと思うんですけれども、まず最初にですね、朝日さん、その池田宮というのはどこにあるんですかね、ちょっと説明して、はい、あ、ですね、はいはい。この町歩きセンターの南の通りをまっすぐ東に行っていただきます、はい、そうしますと、長野市立東城小学校にが左にありまして、で少し行くと信号がありまして、その信号もまっすぐ東に向かっていただくと、左に、鳥居がありまして駐車場があります。で、そこから参道を歩いて、天飾山のふもとにありますので、ぜひお越しください。はい、わかりました。ということで、ぜひね、おいでいただきたいと思うんですけれども、あのところでね、中澤さん、この、だいぶ池田宮というか玉百合姫の御事神社は由緒正しいお宮だそうなんですけども、その由来というのはどうなんですか。はい、じゃあ紹介させていただきます。お願いします。玉百合姫神社は池田の宮とも言われて、そうですね、松代町の東城の天皇山南麓に位置する神社であります。祭神は玉百合姫神社、天照大神、縦型御事、佐野御事を合祀しております。で、松代町の近隣には神社ほとんど諏訪系の家どうでありますけれども、玉百合の御事は海神の娘で神武天皇の母海であり、安住の祖神と言われて、県下では珍しい海神系の神社であります。玉百合姫神社の創建は、まあ、光源天皇の時に東城西川現在の岩沢に位置し、そして神武天皇の時に東城村の磯波と現在の中川に移し、磯波三社大明神となりました。その後、玉百合姫御事神社の社名を認可されて現在に至っております。現在とかね。で、はいはい、寛喜2年1230年の洪水により現在の地に鎮座して現在に移ってきています。で、縁起式の神社でありますけれども、信濃国のは46社ありまして、そのうちの一つにやって非常に古い神社であります、そうですね、そして玉百合姫神社は明治6年に豪社から昇格して、後県社になって現在に立って来ております。で、松代町の祇園祭では玉百合姫神社の御輿を
おろし、そして、はい、みこしを玉入神社に戻す、うん、これが、うん、天皇揚げ。江戸時代においては真白町の祇園祭というものは信州、うん、諸藩の大祭であったと言われて、玉入姫神社は真白町と非常に密接な関係があるということが伺うことができました、うん、以上ですが。ああ、そうですか。今ご説明いただいたこれがあれですね、入り口ですね、これちょっとですね、これが入り口、道から入るところですね、鳥居がありまして、はい、それでこの次が、本殿、拝殿ですね、はいはい、それで宗像社、これは奥殿、奥殿、はい、で、その次が宗像社です。ああ、宗像社、はい、それでこれが神輿庫で、はいはい、で、宝蔵庫の、はい、なるほどね、はい、わかりました、はい、ということでね、中田さん、これ私もね、7月にちょっと新聞見てましたらね、7月の19日ですね、なんか登録有形文化財にその指定されたっていうふうに、指定されたんですか、これからされるんですか。一応されて、うん、本殿と拝殿と宗像社、あ、先ほど出たですね、4つ、これがほとんど江戸時代の建物であります、うん、これを文化審議会で得て答申されて、これから文化庁から文科省へ申請して、ね、うん、私たちは認可を今現在待ち望んでいる状態です。これ認可というのは文科省でやるんですか。文科省です。ああ、文化庁が推薦して、それで文科省が認定すると、はい、そうなんですか。これ絶対に認定されるんですか。認可されると思います、ね、認可されるんですか。ああ、そうですか。もうだいたい 95%、 99% ぐらい決まってるんですね。ほとんどいいと思います。ああ、そうなんですか、はい、ああ、わかりました。ぜひね、なったらまたお祝いするんですよね。はい、はい、よかったです、ということでね、浅井さん、この玉入姫神社はね、だいぶ年間行事がたくさんあるみたいなんですけど、これがそうですか。はい、そうです、年間では12の祭事を、ね、四季折々に、行いまして、うん、神に対する幸運感謝と五穀豊穣、家内安全、無病息災を祈願しております、うん、で、簡単に申しますと、4月6日には春季例大祭、うん、記念祭、鎮火祭、それから7月13日には大祓式、うん、風鎮祭、虫送り祭、うん、そして、午後には同日の午後には八坂の狼渡御祭典、天皇おろしが、うん、行われます、うん、その様子がこの写真で、はい、五頭天皇が当神社から真っ白の仮部屋に移る際に、うん、五頭天皇が安置される神輿です。そして真っ白の町の皆さんが担いでいる様子です。これは町の皆さんが担いでいるんですね。真っ白町の方 が皆さん大勢来て、あ、そうなんですか、担いでいかれます。はい、はいはい、それから勧業祭は終わった後またお戻りになる4月21日に行われました、うん、それから秋季例大祭は10月の5日に、行います。それから新嘗祭は11月23日、またお祓い式は12月の7日、越年祭12月の31日、祭壇祭は1月1日、元旦に行います。うん、で、1月の4日に、ここの祭事にはないんですけれども、はい、お餅をつく、後で出てきます。準備ですか。準備でね、準備で ね、 備でね、お釜をまず清めまして、そして餅をつきまして、はい、はい、はい、すいません、はい、6日に行われるお玉祭りの桑、はい、刃先が、餅で、で、うん、柄のところは山桃の枝で作ります。このように、これが、まあ、餅なんですね。そうなんですよ、餅が桑に見立てるんですね。見立ててやるんです。これがあと1月6日に行われます
お田祭りの時に使われるものです。ですから2日前には作ります。で固めます、はい、それでは続いて、はい、お田祭りですが、1月の6日に、はい、すみませんこれをお願いします、はい、豊作祈願のお田植え神事ということで、主役は3人の作、ね、男が選ばれます。あ、まあ、昔この人は今のちょっと戻してもらって、作男じゃないですか、この人は。これが作男、これ中澤さんいるんじゃないですか、こっちに右側に。あ、神事って、まず神事をもらえます。神事をもらってるんですね、はい、それで作、はい、男になるのは、ね、あの家業が農業で独身の跡取りということですが、ね、現在はそのようなことを言ってられないんで、まあ、男性の方は言ってもらってますなるほど。でご覧の通りあの、ね、下着1枚で白衣と帯と8枚で、やります。まあ、これ真冬でしょ。真冬で大変寒い中なんですけど、大変ですよね。まあ、神事で頑張ってやっていただいてます。はい、それであの、さっき申し上げましたあの、はい、クワですね、お餅がハサギで作られているクワと、はい、クワでまずあの田おこしを行い、それから高木白直し、それから田植えはあの、松葉の葉を苗に見立てて行っております。ここに松の葉がに見立ててるんですか、これが。はい、それをやっております。ここにあるのがこれ。そうですね、松の葉があるんですね、この下に、はい、それを苗に見立てて置いていくと、そうですね、いうことなんですね。続いて小玉石の神事ですが、はい、これは1月の7日、翌日ですけれども、毎年神宝である小玉石の数を改めて数え直して、その増減でその年の、吉凶を占う神事であります。これは改めてるんですか。はい、それでこれがあの、蔵から出してきた小玉石を今改めてる状態です。あ、なるほどね。はい、それから、はい、でこれが、あ、数えてるんですね、これは。数えてる状ところですね、はい。あ、これアップしてたんですかね。それで、まあ、増えたり減ったりということがあるわけですけど、まあ、大概は増えております。そうですよね、減るってことはね、基本的にはないですよね。でも、まあ、生まれ石といって自然に新しい石ができるということもありましてね。生まれ石、誰か持ってきてくれるんですか。持ってきても、奉納される場合と、それから自然に、まあ、あの神秘なことでありますけれども、自然に増える場合もあります。それは生まれ石といいます。まあ、そういう事例もありまして、で、あの玉が子を産むということで小玉石という名付けられまして、子孫繁栄を祈る神事でありまして、で、あのこれは数えられている小玉石はあの7日の日にはあの陳列して皆さん見ていただいている状態です、ね、はい、大変珍しい、神事で現在829あって、はい、うち591があの 憲法に指定されております、はいはい、なんかその横でなんか判事があるみたいなんですか、はいはいはい、それで、あと、はい、五穀五判事、まあ、作柄判事を、はい、あの小玉石の神事と同時に拝殿の中で行います、うん、これはあの1年前に、あの小飯を、壺に入れて1年経った時の、小飯についている麹のカビの付き具合で、その年の、まあ、お米だとか大麦小麦大豆等の、作柄を占う神事であります、うん、はあ、でこれは来年の分ですか。これは新しいのですか。それは来年の分を作ってる。あ、作ってるところですね。はい、ところですね。わかりました。はい、それで、はい、でこれがその状態を、出た状態をあの氏子の皆さんに、あの、全国にお渡ししている状態です。これ何、全部上じゃないですか。昨年はあの工事の紙の今日のために上ってみんな書いてた。そうですね。昨年はたまたまあの工事紙が本当に全部上よくついてたもので全部上です。はい、優秀ですね。優秀ですね。はい、わかりました。はい、ということでなんかあの来週ね、もうだいぶ時間もなくなってきちゃったんだけども、来月ですか、はい、なんかね秋祭りですかあるそうなんですけど、はい、これですか。このチラシはまた、はい、あの東野の地区の全世帯にお配りしてるわけですけど、はい、あの
いろいろなイベントをやって、あの池田の宮に皆さんぜひお越しいただきたいということで、ちょっと時間もないんですが、さらっとなんかこう内容を、はい、説明してもらっていいですか。そうですね、子供遊びでは、これもそうですか、割り箸鉄砲、これですね、これ、はい、ここにあの、輪ゴムをつけて的に、ちょっとこれ映してもらっていいですか。これ的にね、当てます、当てますと商品がもらえます。これはい、ちょんこれで、あ、打ち合い、打ち合いは、俺が勝っちゃうから、勝っちゃうから失礼します。昔習ったんでね、はい、これを何、子供さんにやらせるんですか。やって、打ち合い、まさか打ち合いさせるんじゃねえでしょ。え、打ち合い、打ち合いはやらないです。あの的は、これですね、ちゃんと用意してあるんですね、はい、これ、これだそうですね、手作りですけど、これを手作りの、これをね、それはあの皆さんに、まあ、2メーターぐらい離してね、ね、これを皆さん、なんとか打ち抜いてもらうと、私たちに、まあこういうこと言っちゃいけないですが、夜行くとね、なんかあるじゃないですか、射的です、射的ですかね、そんな感じですけど、はい、もしくは健全なものですけど、はい、開けた後です、すみません、健全ですね、はい、わかりました。あとはストラックアウト、はい、それからあと腕相撲大会、それからあの、うん、抽選会と、抽選はあのこのチラシの左の下にあの抽選券ありますので、これを持ってきていただければ、外れくじなしの抽選が受けられます。 あとは露店も、開きます。それから、来ていただいた人すべてにあの豚汁の無料サービスを行いますので、ぜひあの、まあ、東城の皆さんはぜひ、うん、またあの真っ白の東城を除いた真っ白の皆さんもあの抽選はちょっとできないんですけど、豚汁の無料サービスというのゲームに参加していただければと。お酒はないんですね。お酒もあのもちろんあります。あるの、あら、じゃあ俺行かなきゃいけねえな。車で来ないで、あの歩いてきますね。はい、30分くらいかけて歩いてきますね、はい、いいですな。じゃあぜひ私もお伺いしたいと思いますので、ね、ぜひお越しください、はい、じゃあもうね、一言最後に皆さんにね、もう一回あのお知らせしてください。そのね、もう一回、はい、ね、その今の10月の幾日でしたっけ、5日でしたっけ。あ、10月5日ね、はい、ぜひちょっともう一回、10月の5日、あ、こちらに出てると、はい、10月5日にありますので、大勢の皆さんあの、ね、参拝に来ていて、来てあの、ね、イベントにも参加してください。いろんなイベントあるそうなんでね、よろしくお願いします、はい、ね、もう進行悪くてね、だいぶ時間過ぎちゃってすいませんでした。どうも皆さん、でも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ああ、言ってるんだ、ね、はいはい、今年までお伺いしたいと思います、はい、ぜひお願いしますね、はい、27日土曜日、はい、ね、はい、真っ白文化ホールで入場料無料、はい、はい、そうですね、1時半から、はい、開演がね、2時からですね、うん、私頭入ってますよ。あ、そうですか、ね、よかったよかった、はい、そんな形でやりますんで、よろしくお願いします、はい、ね、おいでください、はい、よろしくお願いします、はい、素晴らしいことですよ、はい、引き続いてね、はい、引き続いて、はい、引き続いて、どうぞ、はい、うん、こっちこっち、はい、山本さん、はい、山本さん、はい、はい、皆さんこんばんは。この度松代でゲストハウスを、はい、素泊まりの宿屋なんですけど、格安の宿ですけども開くことになりまして、まだ開業は説明会ありましたありがとうございます。皆さん来ていただいて、松代テレビの面々が、はい、はいはい、あの撮影も協力していただいたり、はい、音響を手伝っていただいたり、はい、ありがとうございました、はい、今日やったんですけど、着工時着工前の、まだこれ開業はまだまだ先なんですけど、はい、工事着工前の古い建物を
あの改修してこれから工事するんですけど、ね、 その前の建物を皆さんに見ていただこうということで見学会をやりました、ね、見ました、はい、明日も2時からやります。そうですね、はい、それから27日はフリーマーケットで、建物の中から出てきた、いろいろなグッズを、はいはい、あの古いグッズを販売しますので、はい、ぜひお近くの方遠い方も、はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。ぜひ見学もそうですしね、はい、あの利用してもらわないといけない、ね、そうですね、はい、開業、はい、ご会長の前には、ね、あの開業しますもんで、ね、見学会も来てたら、はい、はい、利用もしていただくと。そうですね、はい、ビフォーの見学会とアフターの見学会と、ね、さらに開業したらちゃんとあの、ね、活用していただくということで、はい、いつ頃でしたっけ。だいたい4月ぐらいでしたっけね、開業は。うん、そう、まあ、2月、本当は2月の予定なんですけど、あのちょっと微妙、微妙ですね、はい、あの古い建物なんでどうなるか。希望的には2月。そう、そうです ね、はい、予定では2月です。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、来週の予定を、はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、お願いしますね。来週の予定でですね、はい、はい、しゃべくりまっすろね、はい、205回。これはね、真っ白さあのね、真っ白藩の真田十万石祭りってこれね、大イベントを行いますね。はい、これはね、実行委員長の吉川さんに来ていただいて、はい、曲流さんが一応お聞きするという形でございます。はい、まあ大々的にねやっておりますんでね、ぜひ、見ていただきたいなというふうに思います。はい、そんなことでお願いしますね。はい、それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。松代はあなたの町、それそれそれくらい松代、また見たね。